んこんにちは、石木まうです。私はもう20年も誘導瞑想をお教えしています。この番組では皆さんに感情をコントロールする誘導瞑想の仕方を教えしようと思います。皆さんはただこれを聞いて眠るだけ、それだけで十分です。では今日のテーマはこれです。今日の誘導瞑想のテーマは、決断できない自分をやめるです。あなたはいつも自分の決断に満足していますか？もしかするといつも迷ってばかりという人もいるかもしれません。小さいところではレストランでいつも本当に欲しい料理を頼まず安いものを頼んでしまい後で後悔するとか、または受験の時も本当に入りたいところは選ばず2番目3番目を選んでしまったとか、服を買おうとしてもなかなか決めることができず買わないで帰ってきては後悔するとか、これが積み重なっていくとだんだんと大きなことになっていきます。就職先を決められない、結婚を決められないということになります。これは一体なぜでしょうか？本人は何でかわからないととても悩んでいますが、傍から見ると答えは簡単ですね。エネルギーを出すのが嫌なだけです。料理ならお金を出すのが嫌なだけだし、受験なら何倍も勉強するのが嫌なだけです。つまり欲しいものの基準は高いけどその分のエネルギーを出す気がないということなんです。言い換えるとこの人たちは自分が大した力も出していないのに欲張りなんですね。これを直す方法としては2つあります。1つは自分のエネルギーのレベルに欲しいものの基準を下げること。でもこれは嫌なんですよね。だったらもう1つの解決法しかありません。欲しいものに見合うエネルギーを出すことです。ということで今日はその誘導瞑想をしましょう。いつものように目を閉じて、自分が6歳の子供だと思って聞いていてくださいね。大人の自分があなたに話しかけます。あなたはなかなか決められないんだよね。行こうかやめようか、一番食べたいものを注文しようかやめようか、この服を買おうかやめようか、あれを学ぼうかやめようか、いつもいつも迷っていて、結局自分が決めたことに不満足でいつも誰かに負けている気がするよね。それで人生に満足できないよね。大人の自分はそれでとても困っているよ。あなたが普段から迷ってばかりいるから、大人になった時にも良い決断ができないんだよ。そしてチャンスを逃してしまう。だから実際には他の人よりも得られるものが少なくて自信がないんだよ。未来の自分がこうなってはあなたも嫌だよね。あなたは本当はとても欲張りなんだよね。そのくせそれをちゃんと掴むだけのエネルギーを出し惜しみしている。一番好きな料理を頼みたいならそれだけのお金を出せばいい。でもお金を出すのは嫌なんだよね。そしてお金がないもんと言い訳している。それは嘘だよね。他の無駄遣いをしながら一番欲しいものを買わないなんてただの言い訳だよ。学ぶためにお金を出してもそれを十分に活かせる自信がないから迷うんだよね。あなたが迷うのは自分がその価値に見合う十分な力を出そうとしないからだと認識しなさい。この会社を選んでもついていけなかったらどうしようとか、あの人と結婚したいけど失敗だったらどうしようって思うよね。どれもこれも自分がそれに見合うエネルギーを出そうとしないからなんだよ。だからいつまでたっても自信を持って選ぶことができないんだよ。あなたが選んでいるのはエネルギーを出すことではなくて適当に怠けることだと認識しなさい。でもそれでは満足できないから選べないんだよね。だから誰よりも自信を持って選びたいならば得たいものに見合うエネルギーを出しなさい。
しっかりエネルギーを出しなさい、努力しなさい、責任を持ちなさい、リスクを負いなさい、だらだらと時間を過ごしていないで、もっと価値あるものにエネルギーやお金を費やしなさい。そしたらあなたはやっと自分の欲しいものを堂々と選べるようになって、自信に満ちた自分になるよ。大人の自分はあなたを応援しているよ。